はいどうも、パープンテー J リーグサッカーチャンネルのつつですとで、今回は J リーグ移籍話、まあニュースでございますね、やっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございまして、まあ今週の J リーグニュースということでございましてですね、久しぶりに顔を出してやっておりますけれどもね、ちょっと最近髪の毛を切りすぎた問題と、若干太り気味問題というのがあって、あとまあ、ちょっと忙しすぎてですね、ちょっとリアルが忙しすぎて、ちょっとまあ、顔出しすると編集が大変であるということでございまして、あんまりこう顔出しやってなかったんですけれども、まあ久しぶりにですね、まあ、私でございますということでございまして、やっていこうと思っております。よろしくお願いします。別に顔出さなくてもね、いい気がするんですけど、一応動画サイトということで、まあ、顔は出した方がいいっていう話を聞きましたのでやっておりますけれどもね。というか、トピックとしましては、まあ、三笘ですね。三笘薫欧州上陸、4億円でプレミア移籍という話が出ておりますね。で、横浜 FC がね、あのレンガ職人を獲得するんじゃないかと、まあ、スタジアムのですね、こう新スタジアムで作るんですかね、レンガ職人ということでございまして、まあ、元レンガ職人の、クローニンフォワードの獲得が決定でき、そして、まあ、ディフェンダーの補強にも動くということでございますね。で、トスに衝撃ということで、金監督ですね、まあ、指揮資格の停止ということでございまして、まあ、ちょっとこれはびっくりしたニュースで、ございますけれども、今入ってるニュースを、まあ、詳細でございますけれど、分かってる範囲で、この金監督に関しましてお伝えしていこうと思っております。よろしくお願いしますということでございまして、まあ、このチャンネルはですね、普段は、まあ、浦和レッズとか九州のクラブを中心に、お送りしております。まあ、こうやってですね、まあ、速報性のあるニュースはどんどん早く出しております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いしますということでございまして、まずこちらからいきましょうかね。三笘薫がですね、プレミア、イギリスですね、イングランドのブライトン移籍系ということでございますね。まあ、飛び込んできました。急に飛び込んで、きましたね。本当岡崎慎司のように、急に飛び込んできました。で、まあ、今シーズンは提携先のロイヤルユニオンサンジローワーズ、まあ、あのベルギーのクラブ提携先のこのサンジローワーズですかね、移籍ということで、まあ、レンタル移籍ということになりますけれどもね、これやっぱちょっとイギリスの、この労働許可証みたいな問題がちょっとありまして、まあ、いろいろあります。これはちょっと難しい話であるんですけれども、ちょっとまだ、プレミアリーグでのプレーは難しいんじゃないかということで、おそらく、まあ、提携先のクラブ移籍するんじゃないかという話で入っておりますね。で、まあ、移籍金が4億円と言われておりますね。まあ、3億9千万と言われておりますね。で、年俸総額、これまあ出来高含めて一応4年契約を、三笘薫はブライトンと結ぶと言われておりまして、で、まあ、この4年、出来高払いも含めると14億円いくんじゃないかということで、まあ、うまい棒がなんと1億4千万本買えるということは、日本国民一人一本配れるということでございまして、三笘薫さんお待ちしております。僕はコーンポタージュ味が、好きでございますので、そこなんとかご配慮くださいということでございます。それぐらい本当すごい、まあ、数字が飛び込んできましたね。で、まあ、過去の J リーグから海外の移籍金ですね、まあ、この、選手たち一応3人ほどピックアップさせていただきまして、まあ、武藤義則選手が、まあ、FC 東京から移籍した時は4億円、そして、まあ、中田英寿ですね、そこが、まあ、4億3千万、そして浅野拓磨が5億円超えということでございまして、まあ、ここ10年、20年近く、まあ、中田秀も懐かしいですけれどもね、まあ、含めるとこんぐらいの移籍金が動いているということでございます。だからこれで言うと、まあ、武藤義則と同じぐらいの価格がついたという話でございますね。まあ、武藤も大卒選手で、ございましたし、大卒の選手が数年で、まあ、4億円、数億円の、移籍金を置いて移籍するっていうのはクラブとしては、まあ、ありがたい、まあ、難しい、ありがたいっていうのも、ね、なかなか語弊のある言い方かも、知れませんけども、そこで、まあ、痛い移籍、戦力的には痛い移籍には、なるんですけども、まあね、しっかり育ててそこが移籍金取れたということは、まあ、最低限の、仕事をしたのかなという感じがしますけれどもね。そういうことで、まあ、移籍がほぼほぼ決定的であるということでございますね。まあ、だからこれがね、三笘薫の後継者に、アルビレックス新潟のハッピーターン亀田製菓さんの方からはですね、あの本間シオンの獲得みたいなことも、言われておりますけど、言われているというか、これはただね、ツイッターで、まあ、そうなればいいよねぐらいの、程度の話と思うんですけども、まあ、これでね、本間シオンが海外行かずに川崎に行った日にはちょっとびっくらこくわけで、ございます。僕は本間シオンは新潟からそのまま海外に行くと思っておりますので、もう J リーグ経由はないと思うんですけれどもね、まあ、ただこの4億円どう使うかでございますね。まあ、もちろん選手獲得に動く可能性もあれば、まあ、この4億円は、まあ、ちょっと川崎さんもですね、おそらく、経営状態は、まあ、このコロナの影響であんまりよろしくないので、そっちに当てる可能性もあるんですけれども、しかし、まあ、4億円さ、これどう使うか非常に今注目でございますね。はい、という次、横浜 FC がブラジル人補強ということで、まあ、しかもフォワード&ディフェンダー、ダブル、まあ、ガブリエル選手、サウロ・ミネーロ選手中2人名前が挙がっておりますね。これ、まあ、そのサウロ・ミネーロ選手に関しましては、カシマントラーズもエベラウドを含めた、交渉をしているという話がありましたが、これは、まあ、カシマアントラーズ公式に否定しております。そういう取引はしておりませんという話だったんですけども、まあ、ここで横浜 FC のに決まりそうだという話でございますね。で、このクローニン、サウロ・ミネーロ選手の方ですね、まあ、
過去に心臓の病気を抱えていらっしゃいました。でその後選手を諦めてレンガ職人に一度転職をされておりますね。ここまでなんか海外っぽいですよね。なんか、世界仰天ニュースとか出てきそうですけどもね。でしかしその後心臓の手術を行ってサッカー選手に復帰、そして昨年見事31試合で8ゴールを挙げる活躍をしておりますね。でこのサウロミレロ選手に関しました、セレッソ大阪に加入したディフェンダー、チアゴ選手です。チアゴ選手が、対戦して嫌だったフォワード、このサウロミネロだという話を過去に、しておりますので、ちょっとまあ面白い選手になるんじゃないかと思っておりますね。で、まあこの情報に関しまして一応まあ引用源としましてアルベルト島野さんのツイートを引用しておりますので、よかったらアルベルト島野さんのツイッターの方も、ツイッターの方も、見ていただけたと思いますね。はい、次、鳥栖金明彦監督ですね。3試合の、まあ、指揮停止ということでございまして、まあどういうことがあったのかという話でございますね。まあ練習中にまあ選手に対して足払いをしてしまったと。でこのまあ足払いをした理由に関しましては、チーム内でのこうまあ聞き取りの結果、ラフプレー、ね、選手間のラフプレーに対してまあちょっと足払いをしてしまったという話でございますね。で、まあ、今回の決定はこれはクラブによるもの、あくまでクラブによるものでございますので、まあ、今後 J リーグ側か何かしら処分が下る、可能性があるということでございますね。まあこれはですね、まあ、いくらまあ指導者といえどこれはねやっちゃいけないことでございますので、まあ、これは処分としては妥当なのかちょっと分かりません。妥当なのかちょっとどうか分かりませんが、とりあえずクラブ内の、この判断としまして3試合の指揮停止ということになっているんですけども、じゃあ J リーグ規約ですね、 J リーグ規約を見ていく中で、じゃあJリーグ側から何かしら処罰が下るとしたらこんな風になる可能性があるということで、まあ、JFA 規定というものでございますね。まあ、被害者が障害を負わない、まあ、怪我ですね、怪我を負わない場合は6ヶ月間のサッカー関連の活動停止、これが一番軽いらしいです。このそういう、まあ、この、まあ、暴力とか、まあ、あのそういうのに関しましていうのであれば6ヶ月間が一番短い話でございますね。でじゃあ全治1ヶ月未満の障害を負った場合は1年間の活動停止ということになりますね。でまあ、全治1ヶ月を仮に超えてしまうと無期限永久的なサッカー関連の活動を停止となっているわけでございましてですね、まあ、このどれかが当てはまる可能性が高い、まあまあ、僕は浦和レッズサポーターであるんですけども、まあついこの間ちょっと正直者がバカを見るみたいなことが、ありましてですね、まあ、そこについては今後、どうなるか分かりませんけども、ただまあこういうね、内部調査をした上で自己申告でこういうことがありましたという、ことを報告しておりますので、さどうなるかですね。ちょっと僕はこの自己申告をした結果この規定よりも軽い処罰になるのか、それとも、自己申告と関係なく、まあ、このうちどれか当てはまるのか、ちょっとそれはそれでちょっと別の視点でちょっと、まあ、気になるところでは、あるんですけれどもね。僕は例えば、あくまでまあ一貫して言っているのは正直者がバカを見る世界ではあるけれども、それは幸せな世界ではないっていうのが僕の中でありますので、やっぱりね自己申告したから、まあ、軽くってなかなか難しい話である。まあ、これはもちろんね、まあ、怪我をどんだけ負ってるか分かりませんし、まあ、怪我をしていない可能性ももちろん、あります。まあ多分選手と監督の中ではどうも、和解している、まあ選手からは監督に対して前向きな言葉が、聞けているということでございまして、まあ、わだかまりはないということで、ございまして、そんなにもしかしたら重くない、この決定が下される可能性は、あるんですけども、さこれがどうなるかということでございますね。まあ、僕は、難しい、これでね軽くしてほしいって、まあ、自己申告したら軽くしてほしいということは、まあね、僕はちょっと言えない話、言えないという話で、ございますけれども、さ今後どうなるか、非常に注目でございますね。でその他のニュースで言うと、まあ少ないんですけれどもね、京都サンガイスマイラ獲得、まあ、福島からですね、この、U17 ですかね、元ナイジェリア代表のイスマイラ選手ですね。もう本当、今年ね、今年というか、まあ、今年のオフにも、J1 に行ってもおかしくなかったと、まあ、1月とか去年の12月ですかね、そこの移籍市場で J1 とかも J2 にその時点で行ってもおかしくなかったこのロマンあふれるイスマイラ選手でございますけど、まあ、京都サンガ獲得ということになりましたね。で、相模原は大分から高山薫選手を獲得ということで、相模原が結構積極的に動いておりますね。まあ、あの相模原ってディフェンダーでいうと浦和レッズから藤原選手、そして、鳥栖からは、児玉選手を獲得して、今度は、まあ、大分からベテランのこの高山選手を獲得するということでございまして、まあ、現在相模原も J2 最下位で苦しんでおりますので積極的に動かざるを得ない、まあ、ここは DeNA がまあ経営参加といいますか、まあ、関わっているということで、まあ、お金というか金銭面では多少は以前よりは余裕がある感じだと思いますので、今後まあレンタル中心にですね、選手のレンタル中心に補強に動くのかなという感じがして、まあ、個人的には J2 で一番注目しているクラブではありますけれどもね。はい、まあ、ということで今回以上になりますね。まあ、移籍おめでとうとか、まあ、前向きないろんな話を今回してきましたけれども、ちょっと
まあ、鳥栖のニュースはちょっとまあ残念と言いますかね、悲しいニュースでありましたが、まあ、続報が入り次第またお伝えするかもしれません。わかりませんけれどもね。はい。ということで以上になりますね。以上、パラプンジェルサッカーチャンネルのつっつんでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。